お疲れちゃんです。ラットルセ、今回はですね、はい、ババ小屋ですね。もう、ババ小屋、今、ババ小屋が、まあ、僕の中でですかね、もうめちゃくちゃ来てて、はい、もう、ババ小屋の、ババ小屋三重市の、今回はホグですね。はい、ババ小屋三重市ホグって言ったら、まあ、形のデッキとなります。はい、ってな感じで、まあ、今日に、やっていくんですけど、これはね、ライドラが、まあ、入ってて、ライドラカンストしてないんで、レベル9なんで、さすがに、マルチはお厳しい、ってなことなんで、これで、いきたいと思います。はい。はい、という感じでやるんですけど、とりあえず、まあ、ババ小屋置いていきますね。で、なかったら、とりあえず、それまでカード流して、これライドラでいいや。で、ライドラが強いですね。マジで。結局、新カード系はどれも強いですね。で、これであと1枚でババ小屋回るんで、まあ、ここはホグ飛ばさずに、まあ、ベビドラの受けですかね。はい。まあ、基本的に、まあ、カウンターのデッキなんで、これも無視でしゃあなしっすね。その、サイクル的に、リバーもなかったんで、で、こういう時に、まあ、ホグを飛ばして、ああ、ザップでハントできた。美味しい。ああ、これは、美味しいですね。はい。ってな感じで、まあ、基本ババ小屋置いていきますね。で、こういうのも別に何もできなかったら、ステイでいいかな。はい。で、後ろからまあユニット展開して、三重子を出すタイミングなんですよね、問題が。で、相手のスペルかまだわかんないんですけど、わかんないからこそ、まあ、出していくみたいな感じで相手のスペルがですね、わかんない。で、ここロリババで。これですね、ロリババの強さ。マジで。これがめちゃくちゃ強い。あぶねー、やば、相手レイチ持ってる。で、ギャングがゴムレ、ギャングかな、右に。だから、左に。あー、これでも落ちた。勝った。もう一発。もう一発。OK。あー、いいな、お父さんの回。はい、けど、もうこれ相手は、諦めてもいいレベルだと思うんですけどね。あ、諦めないか。はい。で、これロリババ転がして、これガゴムレがね、意外としんどいかもしれないですね、この人気。そう、だからライトニングの枠は、別にファイブでもいいですし、ポイズンでも、ポイズンはないな。ファイブですね。ファイブかライトニング。まあ、それは好みで、いいかなと思いますね。はい。マジで、ガゴムレがマジで結構しんどめだから、ファイブにしてもいいですし、でも、ライトニングの方がまあ今の環境には刺さってるっちゃ刺さってる感じがしますね。きっと、俺はファイブが好きなんて方はもうファイブ使っちゃってください。はい。ってな感じです。はい。よいしょ。で、とりあえずババ小屋までは攻めずに、カード回しますね。はい。で、回ってきたら、僕が置くんですけど、これ、オーブンの逆サイにやりたいですね。同サイにやっても、結局、おー、早っ！今のやばいな。今のやばい。痛いしかも。まあ、これ、ライドラで受けますかね。今のライトニングは早いですね。さあ、で、ああ、今のはホグ飛ばしてもよかったかもしれないですね。ライドラがいたんで。はい。で、これは感電美味しいですね。そうすることないからホグ飛ばして、で、アイゴレで防衛ですね。で、オーブンにライトニングは打ってもいいんですけど、まあでも、打たなくてもいいかなって感じですね、これは。これはハンターで受けてあげて、で、まあ、これにライトニング打たれたら打たれたで美味しいですね。だいたいホグだったんで、このババ小屋を一個上にしてあげます。そうすると、この逆、左側攻めつつ、さらにこの逆サイのホグを、このババ小屋のマスを一マス上にすることで、はい、相手の逆サイホグも防衛できるんでね。で、ここはロリババで縦線処理しつつの攻め。あー、危ない。でも今相手ライトニング打ったから、
ここは美味しいですね。ババコ屋にライトニング出しといて、三次展開。はい。で、このままもう、アイゴレプラスホグとか、もうこのバーバリアも種になってくれてて、このままいけそうですね。はい。で、あと600なんで、左は多分、左はほぼ削れるから、右側攻めるイメージで。あー、ロリバーを転がしていいけど、待ってね。相手が、まあまあですね。プレイが。はい、もう、勝ちですね。ババカ置いとけば相手のホグライダーは絶対通らないんで。マジで、だから、防衛が強すぎるんですよね、この子。で、ライトニングだからユニット固めてよしですね。はい。で、こうしとくとこれにね、ライトニングワンチャン打ってくれるんで。おー、ロイジャイ。ホグもあったよね、しかもこの人。やば。面白いデッキです。ロイホグ。懐かしいですね。前も、結構前もあったんですけど、最近は全然見なかったですね。はい、よいしょ。みたいな感じで。まあ、楽勝ですね。マグロチャレの序盤なんで。よいしょ。さあ、まあ、ラストワンですかね。いや、マジでババコが強い。最近、ペッカ工場、てか、ゴレが増えた。ゴレが多い。ゴレが多いから、ゴレに対してババコ屋が強くて、で、ペッカもいるんですけど、そのペッカが、ペッカ、ディガポイじゃなくて、ペッカ工場なんですよね。今。なんか、ペッカ工場吹き矢とか、ペッカ工場ライドラみたいな感じで、ペッカディガポイだと、このババコ屋があんま意味ないですけど、相手がペッカ工場なんで、その、ね、あれなんですよね。ちょっと焦る。やばい。ペッカ工場だから、このババコ屋で工場受けれるんでね。だからババコ屋が強いんですよ。で、ホグにもババコ屋強くて、ジャイにも強いじゃないですか。だからまあ言ったらラバなんですけど、今ラバもめちゃくちゃ減ってるんですよね。そんないない。だから、言ったら最強みたいな。やばい、待って。これやばい。あ、落とされた。やばい。これはやばい。サンクラだけは勘弁。ってことで、アイゴレで受けて。いやー、待って。初っ端から落とされたのはしんどいですね。あれは、三重心2体のところにホグ飛ばしたのが、まあ、バカでしたね。はい、けど、まあ、バトルはこっからですね。とりあえず、ババコ屋置いて、間はメガナイトバレルか。面白いデッキだな。しかもギャングコウモリのナイト。回転が早い。めちゃくちゃいいデッキ使いますね。でもこれはライドラで美味しいですね。で、バレルボーエロリババで、オッケー、関連、オッケー。いいよ。さあ、カウンター。で、ここで、ホグ飛ばそう。今、プリンセス咲いたから多分コストが相手そんなない。でもメガナイトが無理だ。ああ、はい。でも、相手は多分これ、大きいスペルないから、三次展開した方がいい。あと50秒。間に合う。間に合う。あのプリンだけが厄介。こうやって取らしたらダメ。あー、なんで取るねー。やっぱり、これは、左側に、ギャング、コウモリ。あー、まあ左側が、でもラッキーなことに刺さってる。これバーバリアング受けれる。OK。おい、バーバリアン出て、早く。バーバリアン。やばい。やばい、最悪だ。あ、マジかよ。こんな巻き方ある？いや、最悪だ。俺のババコ屋？あー、俺の家なくなったやんけ。と思わせて、三重士がちゃっちゃ歩いて、あー。マジか。マジか。やばい。これは、お恥ずかしいけど、ちょっと家がボロかったかな。はい。やばい。相手のデッキが、良さげでしたね。もう、まさかのデッキに、はい、やられちゃいましたね。という感じで、本日は、はい、こちらのババコ屋のデッキ。いや、マジで今、ババコ屋が強い。もう、個人的な意見ですけどね、これも。はい。てなわけで、良ければですね、こちらの、ね、ババコ屋、ホグデッキ。スペルは、まあ、ライトニングでも、ファイアボでも、お好きなのを、はい、使ってください。ということで、
終わりにしたいと思います。ではではでは、バイバイ。